小形俊太郎大将2年は、新選組大使。書士取調べ権観察及び文学師範。姓は小形、小型とも。本姓は三島であり、小形姓は新選組入隊に際して先祖にあたる武将の姓から名乗ったとされる。天保10年日後国熊本藩生まれ。新選組の中では、長倉新八と同年齢。新選組入入隊は、 文久3年5月25日以降とされる。同年6月の編成では副長助金を務めている。8月18日の政変に参加したと考えられるが、現時元年6月の池田屋事件には留守居役を命じられ不参加。同年12月に長州政党を考えた公軍録では5番組組頭に就任している。局長、近藤勇の信頼が厚かったようで、 初期より徴用され、源氏元年に、江戸への大使募集行きや、慶応元年と、慶応2年の二度にわたる徴収出張に例外なく、随行している。慶応元年4月の編成では、書士取り調べ役権観察方及び文学師範に就任し、文官として高く評価されていたようである。慶応3年6月の幕臣取り立てでは、副長助金として見回り組格となっている。 慶応4年に1月に勃発したとは、伏見の戦いでは目付けを務め、大阪に敗走後、江戸に帰還。その後も在退し、甲州勝沼の戦いを通して、合図にへ向かい、同年8月21日のボナリ峠の戦いで、敗走。22日に、斉藤はじめこと、山口次郎ら38名と共に、合図若松城下外堀街の斉藤屋に宿泊した。 記録を最後に消息を絶った。なお、合図まで新選組に同行した副長助金は、小形と斎藤のみであった。小形の消息は長きにわたり、半然としなかった。中島登は、行方不明とし、横倉神五郎は、会場に残ったとしている。いずれにしても新選組本人から離れており、その後は、以下のような小説があるが、どれも確証がなかった。なお、 藍津三代の正福寺に、松本木次郎の墓と共に、小形という生の新選組大使の墓があったという伝承があるが定かではない。しかし2013年、両前歴史館に、小形の子孫から春太郎の手による監視書が寄贈され、この書と共に発見された文書の解析によって、小形の聖没年や来歴、その後が明らかとなった。それによると、小形は、 合図でしばらく過ごしてから、故郷の熊本に戻り、私塾を開き、大正2年に75歳で死去した。合図で追ったと思われる目の怪我がもとで晩年には、視力をほとんど失っていたという。新選組大使であったことを周囲に話すことはなく、ただ文書の片隅に、元見不老子とだけ記されていたという。公明天皇ご新筆や松平かた 直筆和歌など。新選組初公開資料も、両前歴史館ニュース2013年6月30日、更新、小形俊太郎は長生きしていた。2013年5月28日幕末の、合図藩や新選組に、光両前歴史館で特別展、京都新聞2013年6月15日、ありがとうございます。